皆さんこんにちは佐藤大輔です佐藤のラジオ第64回よろしくお願いしますはい今回はちょっと昨日報道があった話野球の話ですね広島カープの尾形監督が野間選手へ暴行していたとでそれを監督も認めているっていうニュースがありました まあこのことについてまあ少しお話したいなと思うんですけれどもまあ事実としては6月30日広島カープ対 DeNA 横浜 DeNA 戦で緩慢なプレーをした野間選手に対して試合後、小型選手小型監督が平手で数回叩いたと。 あのこれは監督自身も認めておるいるところで手を挙げてしまったのは事実ということですね。でまあチームとして厳重注意処分があったということだそうです。でこれまあ驚きましたね、あのー。プロ野球でこんなことがあるんだとまあ昔はあったのかもしれないですけれども、ね、今もこんなことがあるんだということで非常に驚きました。でまあこっからはちょっとまあ当たり前の話をするんですけれども、まあ、やっぱ殴っちゃって ダメですよね、あのー。平手だろうがどうだろうが、まあ、頭叩いたのかあの頬を叩いたのかちょっとよくわからないですけれどもとにかくもう暴力は絶対ダメですよねなんか青臭い話を言うようですけどもだめですよねその、野間選手がどれだけ怠慢プレーをしていたとかもうそういうことは一切関係ないですよね。あのー、で、 怠慢プレーしたとか野間選手は暴力と思ってないとか監督との信頼関係があるとか、まあね、野間選手自身も監督の気持ちは理解をしていると監督に不平不満はないこの問題を大きくし,てしたくないと言ってるみたいですけれどもだからといって尾形監督のした行為が正当化されるものでは絶対にないと思いますまあ,あの問題を大きくしたくないっていうところは野間選手にとっても本音なんでしょうけれども。 あのだからといってっていうところですよね、あのその緒方監督と野間選手、お互いプロ、緒方監督は指導のプロ、野間選手はプロ野球選手プロっていうことって、そのやっぱりタイマンプレーがあった場合にも、プロとして指導をすべき。あの 監督は指導者ののプロっていうことなのであの、どうしてそういうプレーが起きたのか今後そういうプレーが起きないような指導をすべきでその指導方法として平手打ちを使うっていうことはもう言うまでもなく間違っているということですね。でまあもう少し具体的に話していくと処分についてなんですけれども、えー、と発表が昨日7月24日で尾形監督に「 えと7月15日付で厳重注意処分をしたと球団が発表したと。で、処分内容は、まあ、厳重注意処分と。処分日は5 7月15日付公表はその9日後の24日と。で、事実があったのは6月30日と。で、まあ。 ここからちょっとあの試験を話そうかなと思うんですけどまず大前提としても私も別に今の風潮として今の世の中の風潮としてね何か失敗したら何か苛烈な罰を与えるべきだみたいなあの一つ失敗したらもうすごい強烈に罰を与えるべきだみたいな風潮は苦手ですねあのやっぱりやったことに対して正当な処分処罰が下されるべきだっていうふうには思ってます その上で、今回の厳重注意処分っていうのは軽いと思います。うん、プロ野球選手があ、プロ野球の監督が、その預かる選手に暴力を振るった。やっぱりその影響力は大きいですよね。あのー、で今回はもうプロの話、あの成人したプロの話なので、直ちに比較するっていうことは違うのはとは思うんですけれども、学生、大学生なり、高校野球、 小学校中学校の部活動あのクラブチームでそういうことがあった時に要は指導する監督が選手に暴力を振るった場合厳重注意処分で済むっていうことはもうほぼないと思うんですねあのたまにあの高校野球の監督とかが処分されてますけれどもあのもう暴行するともう対外試合何試合禁止とか禁止何ヶ月とかいうふうにあの出てますしあの 注意で済ますすととといいいうことはほとんどないと思いますでまであその解雇とかそ,うそこまで重い話でもそれはないとは思うんですけれども厳重注意処分っていう処分に関しては軽すぎると思いますやっぱり数試合の謹慎とかはあってもいいと思いますもう極端なし謹慎1試合とかでもいいんですけれどもやっぱりそうするとやっぱり影響は大きいあの。 1×100 1回じゃないですけれども、あの1試合でも謹慎ってなると、やっぱりそれだけのことなんだっていう周知にもなりますし、やっぱりそれだけのことをしたで、チームとしてはそれに対してそういう対応をしているんだっていうことを、体内的にも体外的にも示さないといけないと思うんですね。で、公表が昨日に、処分の公表が昨日になったことについても、 15日に本当に処分をしたのであれば、本当に処分をしたのであればっていうちょっと含みを持った言い方をするんですけれども、16日に公表すればいい話でしょうし、その、もっと言うと、6月30日に事実があって、球団がいつ知ったのかわからないですけれども、そういう事実があったということは、もっと早期に発表すべきだったと思います。で、ね、どうやら今日発売の週刊誌に、 あの抜かれたっていうところがあったのでタイミングを考えるとじゃあ週刊誌の報道がなければ発表しなかったのかっていうような風にも思えてしまいますしそのまあ内部処分球団内部の事実に対する処分なので必ずしも全ての処分を公表する必要はないとは思うんですけれどもやっぱり事の重大性あの試合中というか球団の。 あのに関わることでその指導のためにあの監督が選手に暴力を振るったっていうことの重大性を考えるとやっぱり直ちに公表すべきだった事案だと思います球団が本当に重大に考えてるのかなとあの隠すつもりとかなかったのかなっていうふうに思えてしまいますで、うん、この件私かなりびっくりしてあの 尾形選監督なんかそんなに何て言うんですかねあの年齢の上な監督というイメージもないですしその球体依然っていうイメージもなかったんですけれども、うん、そういう風潮があるのかなっていうところも思ってしまいましたしあと驚いたのがまあ何て言うんですかねあの似たような厳重注意処分軽いんじゃないですかっていう論調の,あのニュース記事がネットのね んですけれどもそこについてるコメントがその今回の緒方監督の、えー、と行為を肯定するとこんなことでそんな処分きつあのこれ以上する必要ないとかあの,あのプレーからしたら当然だとかあのプロ同士なんだからこれぐらいはとかあの野間選手がいいって言ってるんだからとかその何て言うんですかね緒方監督の行為を肯定する。 意見の多さに驚きまして要はその処分が軽いんじゃないかっていう論調のあの記事に対して批判的なコメントが非常に多くてですねそのそれにもあの今回の行為と同じぐらいに驚いてそのまあネットニュースのコメントだから一部の偏ったことっていうふうに片付けられるのかもしれないですけれどもその「 本当にそのすごい数が多くてですね何て言うんですかね議論にもなってないというかそのすごい自分の感覚に不安を覚えたというか自分がずれてるのかなみたいな何て言うんですかね自分の考えとあまりにそ,のそこを世間の声とするのであればずれていて、うん、あのちょっと自分の感覚は大丈夫なのかなっていうような不安に駆られたと言いますかただやっぱりそのスポーツ界ではね過去ね、まあ、過去 例えば必ずしも言えないんですけど指導と称して指導者だったり先輩だったりがあの立場の下の者に対して暴力を振るってきた事実があってそこから脱却しましょうとそういうことはあってはいけないという取り組みをなされている最中だと思うんですね今。でそんなことが起きている最中にプロ野球という、まあ、日本で一番と言ってもいい人気も影響力も歴史もあるようなプロスポーツの団体でそういうことが 起きたっていうことに対しての意見がそういうその暴力を肯定するような意見っていうことにの多さに非常に驚いてその何て言うんですかねネットニュースに対するコメント偏ってはいるんですけれどもある種匿名性があるからこそ何て言うんですかねあの深層心理というか深層心理は言い過ぎですけど要は本音が出るっていうような部分も あるのかなと思っていて、いみんなどっか腹の中ではそれぐらいはいいんだって思っているのかなっていうところが恐ろしいなと思ってそれがうんそういうふうにみんな心の奥底でどこか思っているのであればやっぱりそのスポーツ界からね暴力の,根,根,あの根絶などできるはずないなと思いましたしそういう、うん、風潮があるならばもっともっとやっぱり 暴力はいいけないとスポーツの指導としての暴力まあスポーツと指導としてのっていう、あのー、理由はなくてもとにかく暴力はダメなんだっていうことがもっと伝えていかなければいけないのかなと世の中的にっていうふうに思ってしまいましたねだからうんその今私がこうやって言ってることもすごいずれたことを言ってるのかなっていう不安も正直 <laughs> あの正直。 ありままして、てどううなんだろうと思ってます、うん。やっぱりでも私としてはやっぱり今回緒方選手のやったこと緒方監督何回間違いない緒方監督がやったことはやっぱり非常に重いことだと思ってますあのー、でもっともっと重い処分がされてしかるべきあの厳重注意処分軽すぎると私は思ってますその感覚がどうなのかっていうところはあるんですけれどもねうーんだから ちょっとあの今後で NPB もちょっとコメントを出してたりしたんですけれども、まあ、NPB が処分するっていうことはないような気がするんですしカープとしてはね、ねもうこうやって処分下した以上これをまた、あのー、処分変えてっていうことにはならないんでしょうけれどもんもうこういうことがあってはならないなっていうふうに思いましたんプロ野球でこういうことがあるのかということと。 それに対するそのネットニュースの声に驚いたっていうような話でしたはい今回は広島カープ尾形監督野間選手への暴行に関する、えー、と球団の対応だったり、えー、とネットニュースの声だったりっていうところについて少しお話をしてきましたはいそんなところで佐藤のラジオ第64回 今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。